住んででいたたた人物である彼はベルリンのの壁を越えようと試みたが東ドイツ側の警備兵に銃撃されて死亡したベルリンの壁建設の翌年、事件は起こった。フェヒターは当時18歳で、レンガ職人として働いていた。彼は西側に住んでいた姉妹と一緒に暮らしたいと願い、ベルリンの壁を越える決意を固めた。フェヒターは友人と一緒に、 1962年8月17日の14時15分頃、チェックポイントチャーリー付近の壁をよじ登り始めた。しかし、二人は東ドイツの警備兵に発見され銃撃を受けた。友人はうまく高さ約2メートルの壁を登って、西ベルリン側への脱出を果たすことができた。フェヒターの方は背中に銃弾を受けてしまい、そのうち一発は肺を貫通し、 骨盤にも命中した。彼の体は壁の東側にあったデスストリップと呼ばれる無人地帯に落ち、有刺鉄線のフェンスに絡まってしまった。動けなくなった彼は助けを求めて叫び始めた。この事態に気づいた群衆が東ベルリン側と西ベルリン側の両方から現場付近に集まってきたが、東ベルリン側から来た群衆は警備兵によって退去させられた。 西ベルリン側から集まった群衆は何とかしてやれ。と言い、警官は救急セットをフェヒターに投げ与えたが役に立つはずはなかった。東ドイツの警備兵もチェックポイントチャーリーで勤務していたアメリカ合衆国の兵士やジャーナリストを含む群衆も何もできずにフェヒターが弱っていくのを見守るしかなかった。フェヒターは約1時間後に出血多量で死亡した。 西ベルリン側でこの天末を見ていた多くの群衆は人殺しと東ドイツの警備兵を罵っした。銃撃後1時間以上経ってから東ドイツの警備兵はフェヒターの遺体を収容した。妻通りにあるペーター・フェヒターの記念碑。ドイツ語で彼は自由を欲しただけだったと記されている。事件の後、西ベルリン側の現場近くに十字架が建てられた。 イエール大学の男性コーラス対イエールロシアンコーラスは当時西ベルリン市長を務めていたビリー・ブラントの招待を受けて事件の翌週モーツァルト作曲の賛美歌アベ・ベルム・コルプスを現場近くで歌った事件の一年後ブラントたちによって現場に花輪が捧げられた東西ドイツ統一後この事件の時に東ドイツ側での警備に当たっていた2名の男が 殺人罪で訴追された。裁判の結果、一名は20ヶ月の執行猶予、もう一名は21ヶ月の執行猶予のついた有罪判決を受けることになった。両名は裁判で、フェヒターを撃ちはしたが殺そうとまでは思っていなかったと、供述した。裁判所は、フェヒターは、銃撃を受けた後、手当もされないまま死亡したと認定した。三人いた。 東ドイツ側の警備兵のうち、誰が致命傷となる銃撃を与えたのかは不明のままになった。ありがとうございます。